はい。感想から。そうですね、まあ特にないです。普通にやって普通に勝ちました。はい。普通に僕のやりたいように僕のやりたいことしかやらないと考えてたので、はい、パンチとか蹴りをどれくらい警戒されていました？いや、逆にそこ僕がミステイクあるとしたらそこだと思ってたので、まあ、最新の注意を図ってすぐに組みに行きました。はい。久々のディープはそうですね、久々のやっぱりこの舞台でやらせてもらったっていうのは僕の中でやっぱりずっと出たくて出れなくて、そしてやっぱり僕の求められてる仕事とは今ここでやることはまた別のことなので、うん、まあ、ちょっとわがままでやらせてもらって、まあ、飛び出した形になってるんでね、それが僕の中で生産できたっていうのは僕の中ですごく意味のあることなので、僕はこれから頑張っていく中ですごく大切な日だったんじゃないかなと思います。大晦日、一応の選手はもう、あるんですか？一応の選手というか、どういうマッチメイクをされるのかがわからないので、はい、まあ、メレンデスってこと言われるとは思うんですけど、まあ、僕の中で、まあ、やりたくないやるんじゃなくて僕が彼とやりたいっていう発言権は僕にはないので、それだけ4月に彼に完封されたっていうことはすごく大きなことだと思うので、僕から彼にやってくれとは言えませんね、はい、なので、まあ、あれからこれ入れて3戦しかしてないので、僕から彼に対して何か発言できることは一切ありません。ありがとうございました。ありがとうございました。